中澤はもし J リーガーになっていなかったらと聞かれ、アムロちゃんのマネージャーになっていたと答えた。そしてもしアムロちゃんのマネージャーになっていたら、今よりも幸せだと答えた。中澤はヴェルディでの練習生契約時代クラブから金銭補助は一切なく、交通費は往復で1800円、片道2時間かけて練習に参加していた。ストイックな中澤はドレッシングを一切使わず、好きな野菜はアスパラガス。中澤は遠征中の飛行機の中で UFO を目撃し、数週間後テレビで全く同じものが放送された。中澤は車を5台所有していて、次のゴールとして狙っているのはポルシェ911。中澤は練習生からのプロ契約のためスカウトされた。経験はなく、唯一あるのは渋谷のセンター街で声をかけられたメンズエッグ。